ずっと牛乳おにぎりもありがとうございます。こんばんは。今日は学校でした。パン派です。公式さんの中の人 違うけど、あ、梅や、梅が出てきたよ。梅、これくじ引きなんだっけ、確か。梅が出てきました。外れなんや、梅は。ハートありがとうございます。パンありがとうございます。時間ないからパン派。なるほどね。パン派が多いかな。どちらも食べる。わかる。好きなのはパンだけど、よく食べるのはご飯派です。アムザ止まった。見た。よかったですか、アムザ。行きたいけど一生行けないやつ。おにぎりありがとうございます。牛乳ありがとうございます。そう、今日学校だったので公園お休みだったんです。リオピンも体調不良ですが、回復を祈ります。パンとおにぎりありがとうございます。スマコネ聞いてくださいましたか？お、初めまして。撮ったよ。ありがとうございます。どっちも美味しいよね。納豆ご飯派。わかるー。納豆ご飯派。まあ、C っていうならオートミール派。おにぎりありがとうございます。ポップコーンもありがとうございます。非常食でリュックに入れてる？すごーい。そうなんや。非常食でリュックに入れてる。すごい。いいね。お腹空いた時も大丈夫。朝ごはん。ああ。呼んであげる。可愛かった。ありがとうございます。シチューにはパン派。わかる。シチューにはパン派。あ、でもカレーにはご飯だけど、シチューにはパン派。スマコネ聞いたよ。ありがとうございます。あ、抜く派。よっちゃんいない公園寂しかった。行ってんねや。でも 楽しかったですか。入金完了。ありがとうございます。M 申し込んだ。ありがとうございます。農民推し。 ご飯やな、じゃあ。いやいや、オールマイティー枠はちょっとマイティーさんよ、さすがに。あ、何が出るかな。エビフライや。これは当たりちゃう？外れなんや。何が当たりなん？エビフライとか天むすやん。シチューライス派。そうなんや。パン派です。嘘 温野菜でさ。あ、エビフライや。外れなんや。エビフライめっちゃええのに。イベント申し込んだよって方ありがとうございます。楽しみに会えるのが。ぜひ待ってます。ぜひまだまだお待ちしてます。そしててってれん、この前のショールームのね、ギフトでいただいたフルーツスイーツ、スイーツギフト券で買ったいちごアイスが届きました。よしみんの子いない公園は見ない。 全然見ていいんですけど、全然見ていいんですけど、推し変だけはしないように。あ、大丈夫だった。机だった。カップのアイスね。私もカップのアイスは、前回頼んだのはカップのアイスだったんですけど、今回はいちごアイスにしてみました。もうすでにね、昨日届いたから何個か食べちゃったんですけど、めっちゃ美味しいです。とっても。いただきます。ね、警察にお気をつけください、皆さん。お話し会も写メ会もね、市民警察にお気をつけください。 ああ いただきます。パンの中から出てくるスタイル。外れなん？これ。何が当たりなん？逆に。美味しい。これね、中にもちもちの練乳が入ってるんですよ。めっちゃ美味しい、これ。当たりっていうメダルが出るんだ。へえ。
めっちゃ美味しい。これもう本当に美味しい。いちごが甘くて甘酸っぱくて、練乳がしかも甘くて。隣のレーン、メンバーレーンにいても知らんぷりしてください。しませんバレます。あ、なにこれ、あんこ、あんパンかなんか兄弟です。出た出た出た、流れ星ゲット。おー、いいね。つけてきてください、ぜひ次から。あら、冷凍庫にアイスなかった、残念。そう、練乳が入ってるんです。めっちゃ美味しい。美味しい。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。いや、ほんまに美味しい。これ愛らしいイチゴの中に練乳入りアイスを詰め込んだほのかな酸味と優しい甘い身の新しいタイプのイチゴアイスです。だって至福、ほんまに。これちっちゃいからさ、ダイエット中でも食べれて、めっちゃ美味しい。これお隣ね、そうなの、 C チームさん一部かな、二人とも一部だっけ、確か名前早いから一部だかな。隣なんだ、知らなかった。そう、嬉しいことに大阪の握手会と写メ会は4部の方で完売っていうか落選報告を聞きまして、イエーイ。なので皆さん、次お落選だったよって方とか、まだまだ会いたいなって方はぜひ一部でお待ちしてます。一部、次はね、まずは4部と思ってたんですけど、次は一部で、一部と横浜の4部でぜひお待ちしてます。そしてオンラインも全然待ってますので、握手会は敷居が高いな、全然敷居高くないんですけど、行ったことないからちょっと緊張するなとか、遠いなとかって、とか都合が合わないなって方はぜひオンラインで待ってます。オンラインで待ってます。隣に行くときは透明になる薬飲みます。バレます隣ね、バレる、バレます。私服ほんまに美味しい、これ美味しそう、美味しいよ、めっちゃ。大阪イベントの週に会社の旅行はなくな、それ、なくはいかれへんやん。うわ、じゃあオンラインやな、オンラインでいっぱい会いましょう。ハートありがとうございます。握手会当たった、おー楽しみ、ありがとうございます。幸せそうな顔してるありがとうございます。少ししか取れなかった、まあ悲しい、金は悲しい一部で待ってます。ぜひ一部も完売目指して。お茶ありがとうございます。嘘だよ、ありがとうございます。嘘タワー、写メ会4部撮ってる、お楽しみ。ハートありがとうございます。バレますバレます。どっちも緊張する場合はどっちも同じなので、どっちも行きましょう着替えたらバレるよ、バレます2つ隣だったら大丈夫かな、バレますヨシミしか込んでません、素晴らしいありがとうございます。おすすめのポーズはやっぱたこ焼きほっぺかな。でもさ、思ったんですけど、サメ替えって全身だから全身で表現したいじゃないですかいや全身の写真なのにたこ焼きほっぺちっちゃいなとか思って、でもやっぱ一番はこれかな、たこ焼きほっぺか、ハート作るか、名前のイニシャルでもいいし、枚数があれだけど名前のイニシャルもありだし、名前のイニシャルもありだし、とか動物シリーズか、
稲刈り、これは田植えだけど、田植えか稲刈りか、とかかな。な、7年しか行かへんで、汗汗ほんまか。問い詰められるのもいいかも、よくない。バレます、ガチでバレます。オンラインならバレない、そうそう、オンラインならバレないですよ。だからって言っていいわけではないですが、まああの逆ならありですよ、逆、面白い女。バッチグーなタイミングですね。そう、逆ならありですよ。オンラインで普段は他の公演してるけど、あの気になるなとか、よく会うな、行ってみようかなって方はオンラインならバレないので、全然ぜひお待ちしてます。まあ吉見の皆さんはそれを使って他のとこはダメですけどね。完売してたんで他の年に来ましたってことにバレます。ピカピカ。ありがとうございます。職務質問お願いします。どういうこと、職務質問。お茶ありがとうございます。あわあわするけど生温かく見てやってください。全然全然全然大丈夫。全身たこ焼き、あ、全身で表現したたこ焼きってこと、こう。たこ焼きと爪楊枝もありかも。一人爪楊枝、一人たこ焼き。握手会中に着替えたらバレました。バレます。おにぎりありがとうございます。こんばんよっちー。ふるさとポーズ、ふるさとポーズって何、田植えとか。あ、こうってこと。向かい合うだけなの、笑った。向かい合うもありですよ、もちろんもちろん。あ、どうなんだろう、今回もパーティション付きあるのかな、どうなんだろう。なんか、あ、あるって書いてあったような、あ、なかったような、出たかな。お、他の年には行かないです。素晴らしい。素晴らしい。嘘だよ、ありがとうございます。よしみの T シャツして着て他の年に行けばセーフ。バレます。余計つられますよ、印象が薄いのでバレないかも。バレます。たこ焼きポーズいいよね、トロトロ。これ、これもあり。これも前回の写メ会多かった。美味しい時にするやつ。目の前の相手に一生懸命だから、隣のね、なんだバレないよ、きっと。バレます。100、あの、目がこれぐらい視野広がるので。な、ありあり。あやねの絵ありね。テトラっぽいけど、テトラこっちね。まあこれも A だ、 A っちゃ A だよね。でもこうこういう感じ A だよね。あ、 A じゃん、これぐらいあった方がいい。 A A A じゃん、わーお。Y、 あ、あやねって作れちゃうじゃん。 A Y A A N E、いいね。 N がこっち、こっちか、こっちか、こっちが出てくる時点でもう世代交代っていうね、こうチーム N。 バラありがとうございます。オンラインでバレることあるんだ、バレます。お茶ありがとうございます。そう、オンラインはね、名前が出てくるので一致しやすい。まあ握手会でも全然全然あの一致できますが、もちもち。完売としてたのでは理由としてバレます。部が違えばバレます。
おにぎりありがとうございます。ハートありがとうございます。言い訳メイビーね。言い訳メイビー。吸気性反応情報交換激しい。そんなことないですけどね。そもそもあんま良くないしね。そんなことはないですが、ピカピカありがとうございます。お茶ありがとうございます。名札つけていくね、ありがとうございます。あ、パンありがとうございます。確かに ATC ホールまたピアノ弾きたいな、あそこね。また YouTube 撮れたりしないかな。お弁当ありがとうございます。あ、テーブルと透明シートが設置されてるらしい。だってらしい、あるんだって今回も。あら、コロナじゃなくなってもやるのかな。手袋どうなんだろう。まだよっちゃんしか買ってません。素晴らしい。まだまだですか、これから予定あり。まあありがとうございます。稲刈り機ポーズあり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 、ちょっとわかんないけど教えてください。あー、声でかいとあれなのか。他の子をしなければシミねえ言っても、それはありあり。ありです。あー、うん、全然全然バレます。生で聞いてみたい。そうそう、聖徳太子みたいに見えてる。そうそう、そういうこと、そういうこと。お披露目の時の立ってる手の位置を真似したい。こういいね、初々しく初心に帰って。どうだっけ、どうやって作ってたっけ、こうだっけ、え、ん、こうか。えらい、ありがとうございます。確かに怖い話だね。えらい、ありがとうございます。ヨシミンレーダー最強。ピカピカありがとうございます。サングラスかけてつけて、つけひげつければバレます。さすがにあれだけど。あ、パンありがとうございます。バラありがとうございます。パンありがとうございます。よしみママの例はありますか。ないです。今日も一日お疲れ様。皆さんもお疲れ様です。今日はちょこっと学校に、あの始業式準備的な感じでちょこっと学校に行っただけなのに、疲れすぎて家帰ったら3時間寝ました。でも今日の夜ご飯はお寿司、お寿司っていうか、まあ、ちょっとダイエット中だったからお刺身食べました。素晴らしい、これ美味しい、めっちゃ一つ、もう一粒食べちゃいたいくらい。そうで、学校昼までだったので準備だからね、おじいちゃんとママとあやねでドライブ花火してきました。また写真あげますね。ドライブ花火してきた、めっちゃ楽しかったね。車の中でお弁当を食べました。ママが持ってきてくれたとサラダチキン。サラダチキンがめっちゃ辛かったの、それがね、そう、びっくりするぐらい辛かった。最近予知のモチベが鬼高い、素晴らしい素晴らしい、推しにしちゃおう。ぜひ待ってます、話したいことたくさんね。ぜひ待ってます、楽しみね、めっちゃ。え、な、他のメンバーとか並んでみたい。でもどんな感じか本当に気になるからさ、並んでみたい。レイポンとか取られちゃう絶対。ハートありがとうございます。ヨシビよろしく。
バリます。あ、手袋あるんだ。あら、手袋あるんだ。コロナじゃないのにね。もうそれが一般化してくるのかな。ね、ゲリラピアノもうさすがにバレちゃうかな。やりたいな、でも。嘘タワーありがとうございます。同期を押すと情報交換されます。そうなの？あんまないけど。そうなのか。やってるのかな、休憩の人も。まあまあ、ミカノさんレーン。でもあいねも行ってみたい。ミカノさんレーン行ってみたい。ちょっと話さずに、あれ言いたい。あれ、死なないでねって言いたい。嘘だよ、ありがとうございます。30人ぐらい買いました。 DD どころじゃない。 DD やな。あれでも入ってるかな、どうやろう。あ、ね、コジリンさんがさ、こっそり並んでる YouTube 見たことあるかも。あれを参考に実は ATC をやりました。こんな感じって言われたから、あれ見ました。それでコジリンさんにね、あのインタビューしたのもある。そうそう。あ、そうなん。1日程度の時はマスク強制だったんだ。あれ、これないからってこと。帽子かぶってなければバレないよね。バレます。ピカピカ。あ、寛容なヤシミンです。はい、ありありありです。とってもありあり。あ、音波ありがとうございます。並んでる時は気配消してるから大丈夫。バレます。パンありがとうございます。稲刈り女子ヨシミン、そう。ありがとうございます。もうすぐ季節がやってきます。嘘だよ、ありがとうございます。旧期生ファンの情報、え、そうなん。あんま良くないんちゃいいんかな、分からんけど。あんまり、でもあいねは思ったことないかも。嘘タワーありがとうございます。たくさん腕痛くないかな、ありがとうございます。受賞してなければ、あ、受賞すればさすがにバレないでしょ。バレます。大喜利や。A は使います。使いますんかい。嘘だよ、ありがとうございます。悟り開いてる。堂々としてればいいと思うの。逆に堂々してたらバレない説。バレます。嘘だよ、ありがとうございます。そう、ダイエット中嬉しいお仕事。でもね、嬉しいお仕事もうすぐ公開なんですよ。情報公開もうすぐだよ。お楽しみにです。嬉しい。ちょっと皆さんがご存知かわからないんだけど、あやね的にはすごい憧れでずっとやりたかったやつだ。そう、がもうすぐ公開なので、お楽しみにお待ちください。そう、皆さんは知ってるかな、わかんないけど、知ってるかな。でもあやねはあのめっちゃ昔から、もう NMB に入る前ぐらいからあのずっと見てたやつで、出てみたいなと思ってたやつなので、とっても楽しみなんです。もう近々お待ちください。嘘だよ、ありがとうございます。ドライブ花火じゃない、花見、花見です、花見。あ、西京焼きいいね。さわら焼きいいね。美味しいよね、西京焼き好きよね。サワラも美味しいよね。花見よりよしみ、マナミではなく花見よりよしみ。あ、みー違いね。本人とは違うメンバーのサイン書かれた。ショッキングだねそれ。あ、やばい、壇上見します。わあ、コメント全部読めなくてごめんなさい。後で読んどくね。読みます。失礼しました。ごめんなさい、ちょっと楽しすぎてバレますが。後で全部読みます。では壇上見したいと思います。明日は朝します。
13位トマトさん、ありがとうございます。12位ソラさん、ありがとうございます。11位マユさん、ありがとうございます。10位バンチャさん、ありがとうございます。9位アントさん、ありがとうございます。8位カッチャさん、ありがとうございます。7位ウーカメイの箱石さん、ありがとうございます。6位ヨンさん、ありがとうございます。5位マキシさん、ありがとうございます。4位ミョンさん、ありがとうございます。そして3位はドゥルルルルドゥン F さんでした。ありがとうございます。あと30秒。2位はドゥルルルルドゥンしんのすけさん、ありがとうございます。そしてこの足の1位はドゥルルルルルルドゥンロンダベズさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。明日は6時半からします。朝起きてたら遊びに来てください。次の配信も来てくれるかな。ギリギリごめんなさい。またね、おやすみ。